今日はいただき物のピザがあるので、いただき物のピザをいただきます。命に感謝していただきます。ピザってなかなか食べる機会ないですよね。でもこう、たまに食べるとね、本当これに抹茶をかけたかったんですけどね、抹茶をかけてね、なんか辛さが欲しいね、ピザって。上唇の上の歯の裏側をやけどする。バジルの感じとチーズはいいね。これは年に1回あるかないかのピザなんです。ピザなんで楽しみます。焼きでもおいしい。やけどするぐらい熱いほうがいいね。
俺がクソ上げ心は、冷凍庫にピザがいつもあったんですよね。こういう薄い生地じゃなくて結構分厚めのやつなんだ。当時アメリカのベース基地で子供が俺らが食べるためにピザを買ってたのか、親父が食べるために買ってたのか、今思えば謎ですね。今度聞いてみよう。でも母親と喋ることないからね。年に1回あるかどうかぐらいのレベルだからね。連絡なんてほとんど取り合わないもんね。今お金がなくて、お金がなくてスーパーに行けないような状況。銀行の中にはまあ微々たる金はあるんですけど、そのこの前なんか来て、カードの、銀行のカードを、おろす、なんかやっぱコロナとかそういう、あれで、だと思うんですけど、なんかほら、こう、電波みたいな、電波っぽいマークあるんじゃない？あれでなんかこう、結局、かざすだけでこう、使えますよ、みたいな、に切り替えませんか？みたいなのが来てて。まあ、カードとかそういうの持ち歩くことはないけども、たまにこうお金を下ろしたりするんですよね。そういうのがあって、まあ押さなくていい、触らなくていいんであればそういうの楽かなと思って。下ろすときはあれ押すのかな。で、まあ、衛生的にもいいのかなと思って銀行行ってそれに変えてもらったんですね。届くまで1週間から10日かかるって言われて、その間使えませんよと。カード募集じゃねえ、銀行に渡した。本当はその場でできる予定だったんですけど、証明書がなかったんで、結局、郵送になっちゃった。だからカードを預けて、新しいカード、触らなくていいようなやつが来たら、それで、OK だ、みたいな。だから1週間か10日ぐらい、全く金がないっていう。まあ普段金を使うこと基本的ないんですよ、生活して。だから、まあ必要ないけど、例えば豆腐買いたいとかさ、厚揚げ買いたいって言ったら買えないですね、カードもないから。
でも、銀行通帳があれば下ろせるのか。銀行通帳下ろせば下ろせるんですけど、なんかそれもちょっとめんどくさいなっていう。でも、10日以内でついて届かないと困るんですよね。公共料金が払えない。引き落としにはしたけど、手続きまで2ヶ月かかるって言われたのね。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のためにたくさん使ってください。